体がでかいんだよ。これみんなで食べるものなのって。話が全然寒いんですけども、やだ、鼻水が凍りそうです。おはようございます。おはようございます。あ、ごまなんかね、バランス悪いんですよ。このバランスとの戦いなんです、私いつも定まらない。あ、コンタクト。今日はついに我が家に新しい家族を取り入れる日が来ました。別の動画でそれはちょっとお伝えしてるんですけど、今日はですね、別にまたちょっと見せたい景色があって、見せたい景色なのそれがあって、最近なんかコンタクトうまくいかないんだよね。めっちゃ痛いの。なんでなんで、なんか誰かなんか入れたかなっていうぐらいさ、ベビーって手が汚いのかな。手洗おうか。結構さ、1日にさ、2、3本取ることもたまにあるのよ。今日はちょっとその小鳥ちゃんを買いに行ってから別の撮影でちょっと痛い。なんで、もうほんとやだ。最近ほんとコンタクトうまくいかない。ほんと痛い。え、何？目傷ついてんの？何？どうしたの？やだー。助けて。マジ痛い目。いや、もう入れた瞬間で、痛い。いや、痛い。話が進まないよ、コンタクト。え？コンタクト？え？あ、花見を見に行くんですよ、結論。北海道の花見ってすごくやっぱ遅いんです、寒いから。もう、東京とか終わってるよっていう頃にさ、咲き始めるから、ずれるんですよ、季節が。アップしたくてもさ、いやもう季節ずれてるし、みたいな理由があってさ、乗せないよ。わざわざ乗せないわけ。もう季節ずれちゃってるしなって。ただ。あ、痛い。ちょっとダメだ、そこ。めいて。何？いや、痛い、おるちゃん。ね、目って大事じゃん。なんかコンタクトさ、ほらほらして一日中なんか嫌じゃない？ぐわーってなるやん。今とりあえず化粧していきましょう。11時開店だから、それに間に合わせなきゃいけない。ちょっと化粧下地をつけて、いきますよ。あさっとメイクしていきます。やっぱり薄付きにね、してる、そんなに濃くは塗らないです。中心部メインで塗るようにしてる。全部ゴテゴテに塗ると厚塗り感出ちゃうから。スポンジで余ったファンデーションを広げていく感じに塗ってます。それとそんなにね、なんか厚塗り感ないし、ツヤも出るからいいかな。年齢とともにね、ツヤがなくなるんですよ。前ショート動画で光に包まれたいって言ってたんですけど、本当に光に包まれたいぐらいくすんでいくんですね、顔がどんどん。なので、光っていきましょう。合言葉は、光。なんか抑える程度。中心部。何回も叩かないです。眉はパウダーでささっと描いて終わり。何さ、言いたいことあるのいいね。言いたいことあるのいいね。何？何でもないって。うん、どきみ何してるのかな。覗き見しないです、どうか。いや、覗き見って。何？一緒に暮らしてたら洗面所ぐらいになる。いやいや、どうしたの。ってだから、どうもしてない。鼻かゆ。反対のままね、今日は寝ちゃって予定のまま寝ちゃいました。よくあります、こういうこと。なんじゃねえ。やんぱん来ました。おはよう。おはよう。いいよ、見て。赤ちゃんのしにゃ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 。かわいい。あれなんか難しいよね。ちょっと今メイクしてから待って。メイクしてからちょっと今無理。はあ、こんな感じで光いいですね。テーマが光メイクの光合成かな。光ってますね。行きます。元気な無職がいる。この元気な無職。いや、お腹すいたからさ、昼だからさ。リュウト、目玉焼きご飯でいい？え、朝バナナしか食ってないよね。朝食べてないよね。いらないの？それどころじゃない。あ、そうか。私もバナナしか食べてないけど、リオンちゃん何食べるかな。パパも目玉焼きで。
あ、帰ってくるやん。目玉焼きはついでに割ればいいからいい。おう。それを作ってあげる。優しい。いや卵もね今ないからさ目玉焼きとかいけらんないんだけどさで目玉焼きが一番楽なんですよ卵はないんだけどさあったらすぐ買い足してあったらすぐ買い足してでも卵1個だから養鶏場に生まれ変わりたいゆうとベーコン食べるか体調するえうん体調してるどういうこと意味わかんない腹立つ。どうそんなでっかい体で生まれてきたわけ本当に。本当に不便な体の人しか言いようがない。親に謝れ。親じゃないべ。食ったのはてめえだろ。食っていっぱい寝たのは自分なんだから親じゃない。え何これ。食べよっかな。えいいな。食べよ。これもね賞味期限がね。もうなんかお腹弱いから食べない。食べる食べるこのぐらいなら食える私豆腐大好きなのえ、リオンちゃん何食べるかなきゅうりと目玉焼き食べるかな食べる目玉焼きこんばんくらいミライスとバターとか入れたら腹の全然切ったからピカチュウもライスもよかったとか言うからとさまえ、なんかウィンナーはいつ入れるのええウィンナー、何ウィンナーはどうすんのって何ね、どういうことさお前が言うとわけわかんないいや、いっちゃうのこれ出たうんうんうんあ、やばいやばいやばいあ、もうついたあ、もうついたあ、もうついた目覚めしやっちゃうじゃんまあ、リュウさん食べるでしょベーコンベーコンも焼いてじゃんあ、じゃあ後で焼いてるわこれ出たってこれ入ってるじゃんこれでリュウとかちゃんと育ててくれたらリュウとお母さんだと思うけどオルちゃんの方ではオルちゃんも最初はパパとかね、まあ、リュウとは育ててないから今では完全ママっ子だからオルちゃんこれ出ていらないってうん、今多分これでいっぱいいっぱいだからじゃあ持っとくよ、うん、なんか今日ほんとコンタクトの調子悪いわいやいやこの私さ100円で売ってるさ濃い絹豆腐好きなんだよね便利じゃない使い勝手いくでっかいとさ半分使うってあんまないんでどうしてもドボンって一個まんま半分に切って冷ややっことかだったら割となんかすぐなくなっちゃうイメージがあってこのね、トップバリューさんのすっごい美味しいよね。味噌汁飲む？飲む。味噌汁？あ、飲んでみよう。あ、やばいやばいやばい。あ、もう出た。あ、もう着いた。あ、もう着いた。遅いね。いやいやいや。私に報告せんでええわ。で、やっこの味付けはごま油とキムチでーす。仕上がり。フライパンは。それだからよっこする。ご飯だよ。お昼だよ。お昼だぜ。のりがしがね、これ。りおちゃん、ご飯だよ。これ食べ終わったら、鳥さんに餌あげよ。やめ、お腹空いてるからさ、昨日の夜からあげてないけど。え？でもなんかね、30分か1時間はあげたらダメって吐くってさ、ストレスで。
落ち着いてからでしょ、ストレスに。今、慣れてる。いただきます。わかったよ、食べなくていいよ、じゃあ。いただきます。うまっ、うまっ、うまっ。どうかの動画、どうか撮ったの。美味しいの。うん、ごま油。うん、目玉焼きご飯最高。うん、あの高いとこに。ちょっと待って、それって思ってさ、公園に乗ってさ、うん、置いたらさ、思ってて。ずっと手に乗ったんだ。よかったんだ。仲間から切り離せたから、不安、なんだろう、切り離されたし。で、どっち、うん、シナモンがめちゃくちゃ可愛かった。うん、シナモン欲しいと思ったけど、ダメだ、私をしっかり理性を働かせるんだ。共同会の王様だからさ。うん、もう何回も考えても言いそうなんだけど、うん、ダメダメダメ、うん、って南京は白だけ白だけって。え、保険入んなかったから、うん、パパと保険料金パパと同じだって。小鳥の保険料金とパパの保険料金一緒で笑いそうになっちゃって。うまっ、ベーコン美味しいよね。この業スのベーコンめっちゃ美味しい。納豆もあるから食べて。ねえパパ、これ教えて。見てない。俺？え、食べない。あ、俺朝食べて。あ、そうですか。めちゃめちゃ美味しい。食べてるよ納豆、いっぱいあるから。いや。美味しい。私本当納豆大好きなの。イオンちゃん納豆食べる？納豆で、本当にあの無人島に何持っていくって言われたら納豆だな。一日で終わし。いや、そうなんだけど、納豆がそれぐらい好きってこと。食べ物で豆腐、納豆、卵って言ったら納豆。卵。あ、でも卵、いや、卵もいいね。肉。肉なんてあるわけないし。持ってくなら、なんで肉ない。持ってくなら、なんで肉ない。欲しいし。腐るじゃん、すぐ。え？腐るじゃん。大体腐んね。無人島は暑そうだしね。水持ってしたら、あったかくなってし。全部腐ってる。はい、着きました。ここが新川っていうところの桜。まあ、有名なのかな？有名な桜スポット。まあでも東京みたくさ、そんな綺麗じゃないんですよ。なんつうの、なんか地味なんですけど。でもここぐらいしかないんですよ。いや、そんなことないですよ。平岡とかもあるし、なんて言ったら表現が難しいですけど、なんか桜が咲いてる。わかります？なんかわかんないね。なんかすごい、どうしよう。咲いてるんですよ、いっぱい。北海道でかいから、そんなになんか密集した咲き方はしてないんですよ。大きい咲き方してるんですけど、寒いですね、とにかく。見てください。ライトダウンに、冬用のダウンを羽織らないと、マジ死ぬぐらい寒い。本当に冬ですかってぐらい寒い。手がマジかじかんでやばい。花見どころじゃないですね。死にますね、普通に。いや、マジ肌が乾燥する。やだ。寒すぎる。本当にさ、こんな寒いとかに行ったらさ、ただ劣化するだけなんだけど。すげえやだ。はい、どうですか？ほら、何も見えない。よし、ちょっと。咲いてるんだけど、もう夕焼けになっちゃってるかな。あー、全然映えないですね。もう少ししたら映えるかな。あ、行っちゃった。寒い、ひたすら寒いんですけども、やだ。鼻水が凍りそうです。どうしましょう。寒いよ。あ、ここいいんじゃない。ここいいんじゃないですかね。ほら、綺麗でしょ。おーい、ストップしてくれ。おーい、おい、早いよ。もっと観察しようよ、せっかく来たんだから。
んちゃん、桜どう？桜どう？綺麗だった？なんか微妙すぎる反応だね。寒いよね。でも今日暖かい格好したんだよ。長男とね、はぐれましてね、今ね、探索中でございます。あの子はどこ行ったんでしょうか、一体。ははははは、きっとどこにいるんでしょうかね。走ってるのかな、ここに行っちゃったのかな、りゅうとくんは。見つかりました。見つかりました。寒いですね。猫じゃらし取って、遊んでください。寒すぎるから、家族写真撮って終わりにしたいと思います。猫じゃらしボーイ、どこ？猫じゃらしボーイ、猫じゃらし、うん。じゃあ写真撮るよ。ちょっと近くにおマック様が見えたので、おマックに休憩したいと思います。はい、おマック、寒いね。はい、俺の注文取った。え、何？あ、え、待って、何それ、最悪じゃない？え、本当だ。え、頼んできてあげる。いや、一緒に飲もう、カフェラテ。パパって本当につくづくついてないの。どういう感じなの？お金の無駄じゃん。いや、頼まれてない、そもそも打たれてない。まあいっか、いいよ、飲んで先に。飲みたまえ。みんなで食べる。みんなだからね、リオン、ほれ、みんなのだからね。だからリオンこんなに食べれないしょって、みんなで食べようって。これみんなで食べるものなのって。うん、話が全然通用しない。どうした？ちょっとこっち向いて。どうでした、今日の桜の花見の感想は。初花見だよ今日、今年。パパは綺麗だったね。うん、りおちゃんはお花見どうだった？桜、うん、はい。じゃあ撮って。どうでしたか？やっぱり鼻水が出ていっぱい。鼻水だけに？そう、鼻水だけに鼻水が出すぎて、ここら辺に鼻水ママに開けてもらって。あ、なんか想像以上に寒くて鼻水が嫌になりそうだった。すごい寒かった。もうなんかあったかい花見経験したこと1回しかないから、あったかい花見がいいなって思いました。でも桜は綺麗だった。確かに寒かったよね。寒いよ。あ、うん、だ風が悪化しそうだったね。より風も強いし、こっちの風も悪化しそうしね。ゆうとはどうだった？他の人とも話した。あ、他の人と話したの？迷子になってる最中。お友達ができたそうです。なるほど。コミュニケーション能力高めだから良かったね。うん、はい、以上です。じゃあ寒いので。いくらくらい？そんなにやくなっちゃう。売らない。誰でしょ。困ります。わかんないね。じゃあ写真撮るよ。